ワクワクベルテックス。今回は新たにヘッドコーチ、アソシエイトコーチとして就任したこの2人を紹介。ミュラーヘッドコーチはアルゼンチン出身で、2003年からアルゼンチンのリーガナショナルバスケットボールで複数のチームのアシスタントコーチ、ヘッドコーチとして務めてきた経歴の持ち主。現日本代表ヘッドコーチフリオ・ラマス氏の下でアルゼンチン代表のアシスタントコーチとして活躍。2017年にはスポットコーチとして日本代表の活動にも参加。この多くの経験をもとに今シーズンのベルテックス静岡をどのように仕上げてくるのか注目です。そしてもう一人、トマス・ラマスアソシエイトコーチが就任。コーチキャリアスタートのチームとしてベルテックス静岡を選んだトマス・ラマスアソシエイトコーチ、アルゼンチン出身で現日本代表ヘッドコーチのフリオ・ラマスヘッドコーチの息子。ミュラーヘッドコーチとともにチームに新たなスタイルを作ってくれると期待されています。